このスーパージーガは全部で11タッチあるので区切りながら紹介していきます。まず最初に1から3タッチを説明します。1、2、3、これをゆっくり紹介していきます。まず最初に右足で前に転がします。転がして転がったボールを左のインサイドで投げます。投げたボールを右足の後サイドでもう一回投げます。次はよく投げるのタッチで説明します。Cheers.